まして、先ほど、日本あ、日本じゃない、アメリカ対プエルトリコ戦、あったみたいなんですけれども、はいね、なんと、8対0、アメリカ勝ったんですね。ねえ。なんか、アメリカが勝ったことで、少しはなんか報われた感じしません、うん、まえば日本が負けた国だから。はい。うん、しかも、初優勝なんですよね、アメリカ、ね。そうみたいですよ。意外ですね。本当ですね。意外ですよね。うん、あんなにもう、全員が、メンバー全員、あの、メジャーリーガーですもんね。そうですよね。 いやもうまさかねこういう展開になるなんて誰もこう予想できてなかったんじゃないかなと思いますけれどもいやもう一日遅くなりましたけれどもねえトニもかに角にも日本代表本当にお疲れ様でございましたお疲れ様でしたアジコータラジオも生放送スタートですいやー焦ったね焦りましたね,しかしねあのモリさんもう リュックサッククサいい十数年放送してますけど <はい S 2> カバンを背負って放送してるの初めてですね、今回しかもスタッフから言われないと二人とも気づかなかったっていうねいやあのお互いねえ10分ぐらい前に FM コーーに来てたんですけれども <はい S 2> 何でしょうね、それぞれで話しててこんなあ,あ,あと3分がらいあるんじゃないのかなと思ってましたけど <laughs> えあと10秒ですよって言われて <laughs>。 この時間の感覚ね4時の生放送には何とか間に合ったという展開ですけれどもねこれが生放送ですからこの臨場感をお伝えできたらなと思ってますけれどもどんなですかねししまたけどもね焦ったね今日焦ることたくさんあって本当ですか僕3時30分に実はスタジオの前というか周辺にいたんですよ。 で、ちょっとこう、時間あるなと思って、しばらく、あの、車で仮眠しようと思って、仮眠してたんですよ。で、仮眠して、いつも通りこう、三品茶を買って、スタジオに入ろうとしたら、はいうん、まあ、あなたとね、スタッフのミミリーが来て、突然インタビューをするという、はい、あまあ、これなかなかオンエアで言えないことなんですけれども、はい、まあ、寝起きを言えば取られたみたいな感じなんですよ。寝起きだったんですね、あの時は。寝起きです。 <laughs> 全くそれを感じさ,なかさせなくて、うん、突撃な感じでしたけれども良かったと思いますあの感じが逆に大丈夫かなちょっとね本番でね、うん、見てみたいですねどんな感じになってるのか <laughs> <laughs> 怖いな、まあ、この辺はねまあおいおいあの発表することにしますけれども、はいうん、じゃあのやら 一週間、平さんの一週間どうでしたか。一週間ね、ちょっと体調をめちゃめちゃ崩したりしてて、なんか謎のお腹のなんか調子が悪かったりとか。あ、あれです、腸炎とかですか。腸炎とかじゃないんですけど、謎のなんか腹痛とか、お腹が張ったりとかしてて。まあ、でも、今はすっかり治ったんですけれども、あと頭痛だったりとかで、まあ、でも。はい、皆さん気をつけましょう。あ、じゃ、あちょっとこう、体調不良だったってことですね。 えいやもうこのね春先というかまあったかくなったりちょっとこう冷えたりもする時期ですけどね、うん、そうですね、うん、でももう昨日ぐらいから暑くなく、うん、そして寒くもない心地よい陽気、はい、ウリズンの季節ですねそうですねもうウリズンも感じる感じで、うん、ウリズンって毛利さん何が語源か知ってますウリズンはい花あっウリズンっていうあのお花のことからみたいなう違うの、はい、私もも最近知ったんですけれども 沖縄大百科によるとこの今の季節を潤い始めと書いて潤い染めそれから来てるみたいです潤い染め売り寸みたいな潤い染め売り寸はい潤い始めと書いてねこの若葉が咲くこの春先といいますかこの時期のことをねいやいい言葉だなと思いまして売り寸といえば今こうやって通ってきたんですが一平がそうですね あのピークみたいですね今ねあ今。見ごろを迎えておりますのでお近くに寄った際にはね、うん、ぜひこの鮮やかな黄色の一平をね、うん、見ていただきたいと思いますあの沖縄市のね中央の方ではですね、はい、本当にあの黄色いこの一平の花がたくさん咲いてますからね穴場もたくさんありますので、はい、ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思いますさあ生放送アジクーターラジオこの後木曜日5時56分まで放送をお送りしていきます さあ今日は上津清作 &B.K. サウンズで十九の春。 さあ今日のオープニングはウエズ休息 &BK サウンズで19の春をお送りしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、株式会社ティーダカンカン不動産、株式会社上心組、以上各社の提供でお送りします。 さあ、3月23日木曜日、アジクーターラジオ、今日も沖縄市中央パークビニュー入口、FM 小座のスタジオからお送りしております、はい。え今日のお相手、DJ モーリーと、やらあゆみです。多分ね、4時から生放送始まって自己紹介したの今ですね。ですね。忘れてましたね。はい、私も思いました、今。はい。えー、ゆっくりゆっくり行きましょうね。<laughs> 本当ですね。うん、今日みたいな日は、日こそゆっくり行きましょうかい。うん、行き上がってないですか大丈夫ですかもう大丈夫ですね。さっきまでちょっと上がってました<あ>。<laughs> <laughs> いや,ね、やっぱ人間焦るとね、あのー、言ってることと考えてること真逆のこと言ったりしますからね、はい、<laughs> 怖いですよね生放送ですからね僕あのー、インタビュー受けたじゃないですか、はい、多分全然答えてないんですよあでもちゃんと答えにはなってましたよ答えになってました大丈夫でしたあだったらよかったですあのセイキさんへのメッセージは全くなかったですけどねああ<ー>そうです、ね、お祝いのメッセージがなので、あのー、そうなんですよ、あのー、答えをこれをお願いしますって言われてるんですけど 全然違うこと言ってたなと思ってたんですね。でそこも、あの、すいません。僕寝起きだったんで。はい。はい。大丈夫ですかはい。今ちょっとね、間違って、名前を言っちゃったんですけども。<う>それはもうスルーしていただいて。おおスルーできるかな、はい、もうね。はい、はい。さあ、今日の番組のテーマですけれども、今日の番組のテーマは、ジンクス はい、こちらでやっていきたいなと思います。ジンクス。ジンクスね。ねえ、いっぱいありますね。うん、皆さんも一つはあるんじゃないですかね。<つ>これをするとこれみたいな。<ー>なんかよく聞くところによると、朝ごはんを絶対に食べないと仕事がうまくいかないとかっていう方とかいたりしますよね。どうですか私は朝ごはん食べなくても大丈夫なタイプなんですけど。例えば、うんあのー、あったかいお茶。 うん、あったかいコーヒーとかゆっくりとした時間を過ごすことができたら、うん、その日の仕事は、まあ、うまくいくとか、ね、そういったこともあるんじゃないですかそれはありますねうんもう必ずリラックスがしをしたいので、うん、大事なお仕事の前はあの飲むようにしてますあったかいものおお<ー>お、はい、お茶系ですかお茶系ですねティーとか、うん、なるほど、うん やっぱりね、あったかいものをこう体に入れると、なんかこう、ほっとする感じがしますからね、うん。リラックスできますからね。ねえー。皆さんのジンクスはどんな感じなんでしょうかメッセージこちらでお待ちしています。761アットマーク、fmcoza.jp。761アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。あのー、まあ、ベタですけど、はい、えー、信号が一回も赤にかからなかったとかね。あ、嬉しいですね、それはね。順調にいってるみたいな。 で今日に限ってめっちゃ引っかかや引っかかやしてるなとかね、うん、それってやっぱり感じます運転しながらそういうことをいやあのー、例えばですよ、はい、ノロノロ,ロ運転の車が目の前にいたとするじゃないですか、うん、そんなだった時はあここで焦ってはいけないんだと思って、うん、焦ると良くないことが起きるんだろうなっていうイメージをして、はい、もうなんか普通にしてますね <laughs> 普通にしてるっていうのはいやもう気にしないようにしてるあ<ー>あれ慌てる時なんか早く行ってほしいなとかって思うさでもこれって意外と自分の都合であってそうですよね,ねでまた相手方がおじいちゃんおばあちゃんだと、うん、あ自分のおばあが乗ってると思うとかあなるほどいいですねおじいが乗ってると思うとかそれいいですねそうすると ね、ちょっと余裕が持てるじゃないですか。はい、心にゆとりがね。ね。確かにも焦らない方が一番ね、事故のこの元をね、うんあの、防げるっていうことをお聞きしましたので。そうですよね。あんまりこう、慌ててもいいことないですからね。はい、はい。さあ、今日はジンクスでお送りしていきたいと思います。はい、えー、まあ一週間の中でですね、オリオンビール一番桜の24巻。 一ケースをですね、リスナーの皆さんにプレゼントする、えー、募集をかけておりますので、前夜、はいえー、あの番組の中で、えー、本文に一番桜希望、えー、あ、懸命にか、懸命に一番桜希望、本文にお名前と連絡先を必ず書いて、FM 小座に取りに来れる方が対象となっておりますので、はいえー、今週いっぱい受け付けておりますので、メールこちらでお待ちしています。761-fm 小座 .jp でお待ちしています。はい。 さあ時刻は4時15分になりました。続いてはメッセージのコーナーです。 さあ、今日もやってきました、メッセージのコーナーです。このコーナーは、アイレディースクリニックの提供でお送りします。えー、今日の話題はですね、琉球新報の市町村面の中から紹介していきますが、はい、お年寄りへ、笑顔も一緒にということで、家島の話題をお送りしていきたいと思います。うん、えー、家村民民生委員、 自動委員は16日、食事作りが困難な一人暮らしのお年寄りや老夫婦を対象に、弁当を作って配布する UI 訪問配食サービスを実施しました。地域の高齢者らに元気になってもらいたいと、福祉センター調理室で弁当56食を作り配達をしたそうです。泡ご飯を主食に家庭菜園で採れた人参やパパイヤなどを持ち寄り、三枚肉、大根、 人参の煮物やパパイヤシリシリ、ジーマミー豆腐、サバの煮付けなど、主菜、副菜合わせて7種類の献立の弁当を作りました、えー。民生委員、児童委員のあがりえさんは、野菜を持ちより楽しくお弁当作りができた。お年寄りが美味しく食べていただけると嬉しいです。と話しました。民生委員、児童委員は担当区に分かれ、お年寄りに弁当を届きました。 民生委員、児童委員の UI 訪問配食サービスは9月にも行っており、メニューも豊富で味付けも良いと喜ばれているそうです。はい、ということで、イエソンの話題ですけれども、はいえー、食事作りが困難な一人暮らしのお年寄り、うんはい、またこう老夫婦を対象にした、まあ、弁当を、ねはいえー、作っていらっしゃるということですね。うん お弁当訪問して持ってきていただけるということなんですよね。うん、そうなんですよね。えー、嬉しいですね。まああのー、美味しかったよとかっていう声があったりとか、うんはい、まあ多分弁当届けるだけじゃなくて、うん、最近元気ですかとかね、いろんなこう声かけもあると思いますので、はい、顔を合わせることでね、またその楽しさも広がっていいですね。うん、またこの三枚肉、大根、人参、うん、パパイヤシリシリ、しりしり、ジーマーミー。 え、サバの煮付け、<ー>もうこのなんか名前をね。こう見ただけで美味しそうな弁当だろうなと、うんね、ヘルシーですね。ねまあ、こういったことがきっかけで、さらにね。あのお年寄りのまた長生きに繋がって笑顔がいっぱい増えるといいですね,、うん、ねえー。今日の琉球新報の市町村面の中から紹介いたしました。はい、メッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました。 さあメールも紹介ししていきましょうラジオネーム青の軍団さん「何この平然としてるけど焦って聞こえる番組スタート」ということで <laughs> <laughs> え焦って聞こえたんですか焦って聞こえましたいやーあーやっぱやっぱそうなんでしょうね <laughs> 本人たちの心と裏腹に聞こえた側としてはさすがリスナーさんですねもう毎回聞いてくださってるので、うん もう青野さんねねありがたいです、ねうん、やっぱり私たちが焦ってるのをもう分かるっていうことですねあれなのかな、うんあのー、ちょっとした間が怖かったのかな僕らとしては <laughs> ちょっと息が上がってるのとか聞こえてたかもしれないですね <laughs> 早口なってたとかね <laughs> 息急いでるわけじゃないですけどだ,だって誰とも言わなかったですもんね最初にね、うん、4時ですねぐらいから始まったから <laughs> <laughs> あんまりないパターンでしたけどねそうですねはい <laughs> いやいやいや、まあでもでも、一応始まって20分が経過しております。今日の番組のテーマはジンクスでございます。これをやるとうまくいく。またはここを通ると嫌なことが起きるんだよなとかね。そういったことがあればメッセージをお待ちしています。ともぶんさんから DJ モーリーヤラミーこんにちは。スマイルスマイルキシン。あれだね。ヤラミーがナレーションしているんだよね。ありがとうございます。死にローカルな番組いいよね。 てか、また、斬新な入り方しようパーーと思いきや、そんなことがあったんだね、ということで。はい。ああ、今日のオープニングのことですね。うん。うん。斬新な入り方にしようとしているっていう体だったんですけどね。ああ、あれですか。はい。あ僕も初耳です。<laughs> あれええー、ちょっと置いてけ、<laughs> 置いておかないでください。<laughs> あのー、まあ、ぶっちゃけた話ね。えー、番組のオープニングの曲も、うん、 BGM も、えー、提供クレジットの紙も全てない状態でしたからえー、すごいですねじゃあ頭の中に入ってるみたいな何がですかこの何音楽もこれにしようとか提供クレジットとかいや提供クレジット毎日読んでますから、はい、大丈夫ですけどただこう BGM が流れないと、うんまあ、ラジオ聴いてる人にとってはねピッピッピーン っていうアジラジオのいつものがあるじゃないですか。<laughs> あれみたいになりますもん、ね。あれがないから、あれってなるんでしょうね。<laughs> は,いはいはい。さあい、焦らせてしまいまして、<laughs> はい。申し訳なかったと思いますが。いやもう何事もなかったように。うん、気を取り直してね、<laughs> はい。やっていきたいと思います。えー、ピーチベルシルバーさん、モーリー・ヤラミリスナーさん、こんち首。今日のテーマ、ジンクス。朝風呂は必ず入る。えー、腰を温め、髭を剃る。 これを忘れると、その日は最悪ということで。朝風呂は必ず入る。うん、腰を温める。すごいですね、朝からね。髭、うん、を剃る。この辺ちょっとわかるかも。ああ、髭剃らないと男性は何か、あまり今日は、うんとかってあるんですかあれ、女性でもさ、はい、例えば、ああ、今日メイクあんまりこうできてないなとか、うん、そういった時に限って、えー ちょっとこう仕事でお世話になってる方に会うとかそうそうねあるんですよそういう時ってなんか自信もあんまないんじゃない、うん、ですねちゃんと準備とかをしてない時に限ってめっちゃビッグなゲストとかが来たりとか、うん、<laughs> そうですねでまたそんな時に限ってその例えばこうコスメだったりとかの、うん、替えがないとかあ<ー>あいここでちょっとあの塗り直ししたいなと思ってるんだけどとかさ、うん あるんですよね男の人もやっぱりこう、うん、営業に行く人なんかはひげを剃ってる剃ってないっていうのは、うん、結構でかいと思うわけ印象になるさ確かにね、うん、いつも会ってる人だったらあれ今日もちょっとひげがとかってあるかもしれないですけど、うん、初対面の人とかにだと印象って変わりますもんねいやもう相当変わると思うよ寝癖がついたまんまいえば出勤してしまって <laughs>、うん、それをせぬまま直さぬまま、うん、人に会えんさやっぱり。 そうですよねだからそのせっかくのユンタクの時間も、うん、なんかこう別のこと考えながら冷や汗かきながら過ごすことになりますんでねうわーもうそんなことにまでなるんですか今日ヒゲ剃らなかったったていうのでやっぱイメージありますからねいったらねじゃあもう大変ですねいやそんなこと言ったら女性はもっと大変じゃないですか、うん、まあねでも慣れてますからねうん、うん、あじゃあパパパッとできるわけですからねなるほど えー、こちらも行きましょう、はい、ガンダムファイターアルゴガルスキーさん、えー、本日は2件病院に行ってきましたと朝はマザーの足になったり車椅子を押したり、うんえー、午後はファザーと行動いとこが子供を産んだので、えー、病院に行ってきました<お>、えー、体調がまだ完全じゃないので会えないと思ったらちょうど授乳して会えましたよそして今はファザーの買い物の足にラジオを聞きながら行動しますはいはい。は ラジオネーム、アルゴガルスキーさんからいただいております。うん、ありがとうございます。お忙しい中。いとこがね、うん、赤ちゃんを産んでということで。えー、まあですが、授乳の子タイミングで見ることができたとす。ねよかったですね。もうそれだけでハッピーになりますよね。ねおめでとうございます。おめでとうございます。ます赤ちゃんのね、匂いってありますからね。うん、ありますよね。うん。いやー、かわいい。えー、まあいろいろ。 車での移動もね、うん、あると思いますけれども。はい、またあの、リクエスト待ったら、うんえー、ファイターさん、メッセージをお待ちしております。さあ、こちらも行きましょう。この時間帯珍しいですけれども、昼間の奥さん、えー、オンエア10秒前、スイッチを入れる音も聞こえそうな勢いでしたね。<laughs> 次は足の小指とか、えー、小指とかぶつけてみるとか、てか30分前に髪、寝れるのということで。<laughs> 確かにその根性というか精神力がすごいですよね <laughs> <laughs> この30分前だから寝ようっていうその精神がすごいと思いますあのねあれなんですよ寝るっていうか、うん、頭の中に目,目つぶるさ、はい、目つぶった時に頭の中に真っ白いキャンパスを描くんですよ <laughs> 何ですかそのポエマーみたいないやま,ずまずまず最後まで聞いてくださいよ <laughs> 真っ白なキャンパスを描いて、はい、何も考えないようにするんですよあ、はい、一切無になるってことですか無になる だけど、こう、もう雑念だらけなんで、そのキャンパスになんかこう、いろいろ入ってくるんですよ。一、うん、人が入ってくると二人、二人が入ってくる三、どんどん増えていって、もうなんかもう結局、わーってなるわけ。<laughs> えー、どんだけのなんか、煩悩、<laughs> なんかもうすごい煩悩まみれな感じですね <laughs>。いや、あの、だから、はい、あの、無意識の段階でも人って何か考えてるんだって。うん、あー、考えてますよね。絶対。 一日何万回ぐらい無歓迎してるみたい。お坊さんもその無になることはできないみたい。お坊さんでも。お坊さんでも。無になろうって思ってる時点で無じゃないからっていうことなんですよ。なのでお経を数えてる時にお経に集中することでなるだけこう雑念を取り払うっていうことをされるみたいですからね。まあ、なので眠るっていうよりもその 何も本当にもう無歓迎しないっていう時間をただ作りたいから目つぶってるっていうだけですからね、うん、いや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 <え> <laughs> もうがっつり寝てましたからねそうですかね、うん、まあでもでもあのー、5分とかさ、はい、10分とか、うん、この昼の睡眠はいいとか言いますからねうんちょっと寝るだけでもやっぱり違いますからね頭がすっきりするとかねうんうん、うん、えー、こちらもいきましょうトマブンさんはいジンクス アジラジは、モーリーが読み忘れるか、迷惑メールのファイルに入るか、読まれたらまずいなぁと感じてわざと読まないとき以外は採用されるからいいけど、えー、まあ検疫の番組だと、採用厳しいさね。俺のジンクスは、力作に限ってボツ思い出が強かったり、ついついマニアックな内容だと、長文になってしまうわけ。えー、ボツってわかってるけど、メールしちゃうなぁ。 かといってディレクターの好みに合わす気もない。そこまでして採用されても嬉しくないさね。えー、プライド持って投稿しているからさ、ということで。お<ー>ラジオネーム、ともぶんさんから頂きました。うん。はい。なんかラジオに対する思いが伝わってきますね。ラジオ熱ね、ともぶんさんすごいですからね。うん、ねまあでも、うん、メールもそうですけど、まあ僕らでもそうじゃないですか。力が入りすぎている時ほどあんまり、 なんていうんですかね。良い結果がね、うん、生まれなかったりとかありますもんね。だから多分入り、ね、入っちゃって、いっぱい書いちゃってっていうのがあるんでしょうね。ああ、伝えたいことがたくさんあって。そうかもね。うん、やっぱこう投げる側がいたら受け取る側が今すんで、はい、意外とその投げる側がね、うん、力半分ぐらいでも受け取る側としては、うん、あ、そのこともあるんだみたいな。 別の受け取り方する可能性もありますからね。そうですね。うん、はい、えー。さあツイキャスの皆さんも紹介していきましょうかね。はい、えー。ツイキャスはですね、えー、青の軍団さんがついにアユニアもダメ人間になりつつあるわけねって、うん、アユニアもっていうの入ってますけれども。なるほど。はい。完全にアジラジ化してるってことですよね。<laughs> でト童さんからは背の高い煩悩の塊。<laughs> もう本当にねあの煩悩108あると言われてますけれども本当に煩悩の塊っていうことで僕ですかはいそうですかねすごいですね白いキャンパスを描いて、うん、1>, 1人2人3人ってなんかいろんな人しかも人が出てくるんだと思って <laughs> 何が出てきますえー、人寝ようと思って、はい。寝ようってするときってスッと寝れますか 私は結構もうすぐ本当にどこでも寝られちゃうタイプなんですけどうわーバケモンだバケモノじゃないですけどいやさっきまで話していたと思ったら寝息が聞こえるみたいなタイプでしょ言ったらですね<ー>ちょっとねこれは特技って特技でもあるといえばあるんですけどうん、うん、どこでも寝れるどこでも寝られますねすごいなそれはまあ多分スイッチでしょうねはい自分の中のうん 寝よう寝ようって思わないようにしようと思います。逆に、うん、そしたら寝られなさそうなので、うん、もう別に寝ないでもいいかなとかって思って、うん、思います。あのさ、うん、あのー、まああなた毎週木曜日じゃないですか。一、はい、日だけこの番組中に寝るっていうのを挑戦してもいいんじゃない。<laughs> さすがにそれはねいやいやいやでももう仕事の音が入ってる時は寝られないですよいや仕事の音が入るんだけど「はい、さあもう寝ていいです」って僕言いますんで、はい、であなたがこの、まあ、学校の机で寝るみたいな感じでもいいわあんな感じに寝てもらって <laughs>、はい、本当に寝たなと思ったら僕はもう実況始めますから <laughs> ちょっと本当ですかで、うん、本当に寝てるかどうかもいろいろこうリスナーさんとこうまあ かかかららみながら寝てるかどうか確認しますから、はい、じゃいつかね実現してもいいかもしれないですけど、ね、でもあなたが「もうどこでも寝れます」って言ったから本当にどこでも寝れるのかっていうのを試すための睡眠ですからねでもさすがにオンエア中場で <laughs> <laughs> ええ仕事しようよっていう <laughs> いやだからあのあれですよ頻繁にじゃなくて1年に1回とかいいんじゃないですかって提案ですから、ね、なるほどですねはい。 そうなんですだから眠ってる時とか私、結構、もうあの通勤とかでバスの中で通勤したりしてたんですけど、うん、もうバスの中でもうすぐね体内時計があるので、うん、起きるあの降りるときにパって起きるんですけど<う>20分ぐらい乗ってて20分丸々ぐらいいつも毎回毎回眠るんですよ<う>で寝ちゃうんですけど途中であの本とか読んでてももうこの座席から飛び出してますからね。 <え>危ないですよね。ということは、落っこちそうになってるってことそう,そうそう、もうもこ,こんな感じで、<laughs> <laughs> なかなか見せたくない姿うそうそうそう、こうやって<う>あの窓側の方に傾いて寝ればいいのにおうおうなぜか、その通路側に傾いちゃうっていうね、それをもう毎朝のようにやってましたから、<う>すごい多分恥ずかしい感じですよね。でも結果的には落ちてなかったってことですす落、ねうん、落ちちててはいないいななけどさがに落ちてたら危ないですよね。<laughs> いやでも、あれだね、はい、どこでも寝れるっていうのも、利点っちゃ利点ですけど、はい、そういうところに関しては、ちょっと、スク伴うねそうなんですよ、ちょっと危ないんですよね、<ん>でもあの、普通にポーンって起きて、うん、降りる2息ぐらい前にはもう起きるので、体内時計で、うん、だからもう、頭がすっきりして、職場に向かうみたいな、最高じゃないですか、えこれ、携帯のアラームとかかけずにかけずに、体内時計で 多分これはね、サラリーマンの方とか、うん、もう県外の方でね、通勤を毎日、その電車とかでやってる人は分かると思うんですけど、うん、体内時計で。うん、みんななんか、次はドクドクとかって言ったら、うん、ポーンってみんな起きて、降りていくじゃないですか。まあ、それまでのアナウンスは耳に入ってないけれど、次はシュリーとかって言ったらもう、すってう起きるってことそうそう,そう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 。えー。寝てるのかな、じゃあ。起きてるのかな。 いや、熟睡してるんだと思いますけど、その間はね。あ、そう。うん、まあでも、そうやることで、まあ、起きるときにも,も、脳もスッキリってことですね。そうなんです。ー。はい。あの、天童さんがですね、はい、アシスタントが眠りに落ちる様を視聴する番組って、どんだけマニアックよ笑いうん、多分ないと思います。<laughs> ないと思います。ないから、やってみたいなと思う。いや、もう、だって、どこでも出れるって言いましたから。<laughs> でも、さすがにラジオ中はね、<laughs> <laughs> どこでも寝られるとはいえですよいやあのー、誰もさ仰向けになってとかうつ伏せになっておっぴろけで寝てくださいって言ってるわけじゃなくて学校,学校の学習漬けみたいな授業中みたいな感じで本当に寝ることができるのかっていうところですようーんまあどうなんですかねはい寝てくださいって言われたら逆に寝られないかもしれないですねえ <laughs> そんなわがままだっけ <laughs> <laughs> いやいや、もうこの話は置いといて、はい、あのジンクスっていうと、うん、まあんまりいいジンクスではないかもしれないんですけど、うん、私は多分気合とか、うん、あのそれこそ毛利さんの雑念ではないんですけど、うん、怨念がこもりすぎてるのか、うん、昨日の WBC もそうですけど、<う>応援したチーム、絶対負けるっていうジンクスありますね、はいまあなたが応援するとってことですか、昨日負けた。 昨日もちょっとね負けちゃったりしたじゃないですか。うんうん、例えば高校野球とか、はい、両チームあって一つのチームを応援してる時のこの一つのチームとか、うん、あんまりいい結果にならなかったりとか、うん、過去そうですねこんな感じですね。まいったら雨男雨女みたいな。うん、いやこれはないんじゃない。 でも、なんか共通してますね、だいたい私、パブリックビューイングの取材とか行くじゃないですか、ワールドカップ、うん、みんなが応援してます、うん、日本対どこどこみたいな、んんそして勝った試しないですからね。あじゃあもう結果、私、行かない方がいいんだみたいな。<laughs> でももう、パブリックビューイングの取材は大好きだったんで、もう毎回行ってたんですけれども、そのたんびにね、あんまり良い結果じゃなくてみたいな。あのー、<laughs> ここ最近はそんなことでもないんですけど。はい えー、20代の時に、うん、僕あの、僕の判断で、はい、お店取材を行ってたんですよ。うん、カフェだったり、居酒屋だったりとか、ケーキ屋さんだったりとか。あ自分自身で、今日はどこ行こう、どこ行こうっていう風うに、まあ、テーマを設けて。うん、なんですけど、はい、えー、ことごとくですよ、お店が長続きしなかったんですよ。<laughs> こ<怖> <laughs> とごとくいやこれ今ではないですよそれ,それちょっと私のよりもひどいですね <laughs> 絶対モーリーさん来てほしくないですよそ,そこいやめっちゃいいお店なんだよ <laughs> いいお店なんだけどいやだモーリーさんの感性がいいお店だと思ってるけど一般的にはあんまり良いお店じゃなかったっていうことなんじゃないですかいやめっちゃいいお店なんだよ <laughs> <はい S 1> お店なんいいお店なんだけど多分あり えー、バランスとバランスの供給需要と供給ってあれさ、うん、これがうまくいってなかったんだろうなって僕思ってて<ー>いいもの出してるんだけどなるほどえこの値段でいいんですかっていうところだったもうちょっとあまりにも良心的すぎて<う>ちょっと持たなかったというかうんの僕なりに解釈 <laughs> してますけどことごとくですか <laughs> えっとね7割8割ぐらいだった、えー、今思い返せば、うん、続いてるところがもうほとんどないみたいなまあ あ、今日は、まあ、たまたまこう家族でランチする時間があったんであそれはここってもう今から10年ぐらい前に取材行ったことあるやと思ってたわけでその当時取材行ってたお店が、うんえー、今はないっていうのが多かったんだけどここ残ってるんですよ<ー>でここ超人気店だわけあそうなんでも10年以上続くこと自体がね、うん、なかなかもうこの飲食店業界もないですからね、うん さすがナイスフォローです、ね、いやいやいやあの青の軍団さんから来ておりまして「スポーツあるある私が見たら負けるから見ないどこうね」うん、確かにこういうこれを言う人いますね。いやこれ見た方がいいもん絶対 逆にジンクソ覆してほしい本当ね、うん、でも覆した件が1件だけありまして、うん、私が唯一パブリックビューングの取材に行って、あのー、優勝したのが、うん、高南高校の春夏連覇の時です<ー>だからさすがにあの高南高校チーム私のこの変なね、うん、ジンクスとかも覆していただきましたねなるほど、うん、そういう例もあるそうです、はい、さあ時間まで曲いきましょう友文さんリクエスト「今井美樹プライド」 ピンさあ今日も始まりましたすっぴんのコーナーでございます。はい。やっぱりこう毎度毎度ハニーカム時間ですね。本当ですね。結構今日割り込みませんでした。客曲 <laughs> <laughs> に。 今日ですかはいそうでした <laughs> 321って言われた時ここで言うのかなって思いましたもん <laughs> 若干ね <laughs> BGM が <laughs> え青、ー、野軍団さんから。<laughs> よくできましたということで良かったですね良かったですねお褒めの言葉いただきましたありがとうございますさあミクが紹介するアーティストまたは音楽ですけれども今日はどのアーティストでしょうかはいえっと今は卒業シーズン真っ只中ということである卒業ソングを持ってきましたはいと言っても私はこの卒業する世代ではないんですよねだいぶ前に学校も終わりましたしはいということでなんか私みたいにですね卒業終わっても卒業が終わ でこう社会人になって何年か経った人でもちょっと楽しめるような面白い卒業ソングをお持ちしました<お>楽曲がですね 10feet というロックバンドのグッバイトゥーロマンスという曲です <laughs> なんで笑ってるんですかなんか嬉しいなあ <laughs> とで大好きなんですよ 10feet はい、うん、10feet さん大人気で、はい、あの主催 いつも地元の京都でで毎年フェスをやってるんですよ、うん、京都大作戦っていうのなんですけど、はい、今年10周年を迎えるっていうことで、うん、いつもよりもすごいみんな期待しててまだ出演するアーティストは決まってないんですよ。なんですけどで7月に開催されるんですけど、はい、やっとこの間一時選考みたいなチケットフェスのチケットを買う一時選考があってそこがもう 出演するアーティストも発表されてないのに集中しすぎてサーバーバがダウンししたらしいんですよ本当にそれくらいみんなすごい注目してるアーティストなんですけれども、ま、この楽曲がですねモーリーさんとかヤラミーさんって卒業するタイミングで何かをやめようとかこうしようって決意した時はありましたか ああ卒業するときに、はい、<ー>やっぱりすごく一区切りになるのであまあ本当、うん、にベタですけど、はい、部活僕やってたので、うん、もう多分この先やることないんだろうなと思って、うん、バレーボールをもう高校卒業と同時にも触れなくなったというか、はあ、1> 年1回,回 OB 戦ぐらいで,、はあはい、であとはもう全然やってないですね。 へまあそれぐらい多分3年間費やしたというか時間を、うん、あそれから一生懸命終わりを見てやってたってことですねじゃあでも本当に些細なことなんですけどうん、うん、一つ一つの一区切りっていうのをちょっと思ったりしますよね、うんうん、本当に、うんにそうですねでこの楽曲の中では逃げるることから卒業しよようって歌ってて歌んですよ、うんうん、やっぱりそのこのアーティストさんはですねちょっと昔やんちゃだったみたいで <laughs> 曲の中にもですね例えば「 寝てて怒られたとか。<laughs> 色<々>寝てて怒られた。はい。やっぱ授業中寝ると怒られるじゃないですか。うんうん、そういうエピソード。普通の、こう、多分。 有名な卒業ソングだったら入ってこないようなエピソードみたいなのが曲の中に入っててまたちょっと今までの卒業ソングとは思い起こすところが違うのかなって、えー、飾らない感じってことですかそうですね、えー、<laughs> あの本当に歌詞にも注目して聴いて頂いければと思うんですけれども、はい、いやこれ本当にですね何て言うんですかね私も聞いたら、うん、じゃあなんか その学,校学生だった頃をすごい思い起こすフレーズがいっぱい出てくるんですよ、はい、であの時から自分はどうや何が成長したかなとかどう変わったかなとかあの頃の自分ってなんだっけって思い起こすタイミングになった曲だったんですね。うん、でなのでぜひです、ね、皆さんもちょっと学生時代を思い起こしながらとか、うん、今の自分がのいいところを探しながら。うん <laughs> 聞いていてただけけれればなと思うんですけれども、うん、えーとこの歌詞の中最後に「ですね、はい、えと始まりに向かうこの終わりすべてが思い出に変わる日」っていうフレーズがうーもうなんかすごいロマンチックで、うん、<laughs> うわーと思ってやっぱり何て言うんですかね卒業するタイミングで、うん、次に向かってワクワクしながら歩き出す感じがですねなんかいいなと思います。<laughs> 青のメンタルさんから「えミークヤンキーだったの?」って来てるんですけど <laughs>、うん、多分あのいくつも歌詞が共感する部分があったっていうところから「テンフィート」の人は昔やんちゃだったっていうのをちょっとつながってると思うんですけれどもどど、うん、<laughs> ちょっとすみませんね思わず吹き出してしまいましたけれども <laughs> そんなにいいんではないんですけどやっぱ寝るじゃないですかど。<笑><笑> 結構、まんざらでもないですか逆に、うん、そのヤンキーの人をがすごいなって思ってましたやっぱ<ー>怒られるのって嫌じゃないですか、うん、そうですよね、はい、ここまでこうやって、ね、できるのっていうのが本当に学生の頃は目立たないように過ごしてたので。<laughs> <laughs> 逆にすごいなって思ってましたなるほどまたさらになんですけど「テンフィート」って激しめの曲多くない映画「クローズの喧嘩のシーンで流れてたよねって激しいんですけど曲はあのなんです繊細なんですよ繊細なんですね繊細なんですね繊細なんですね繊細にんなんですの好き感が伝わってきなんすねすいやもうめっちゃ伝わりますね終始ねにやりって感じですけど超尊敬してます じゃあ改めて曲紹介をお願いいたします。うん、はい、テンフィートのグッバイ・トゥ・ーロマンス、学生時代を思い起こしながら聞いてみてください。F.M. コザスタッフのミイクでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 さ CM 明けですけれども今日の番組のテーマはですねジンクスでございます、はい、まあこれをやるとうまくいくまあ逆にこれをやるとうまくいかないとかね負、えー、のジンクスとかいろいろありますけれどもえ皆さんのジンクスに関するメッセージをお待ちしています、はい、メールは761アットマーク FM コザドッ JP761 アットマーク FM コザドッ JP でお待ちしていますぶんさんサッカー部時代からやってるジンクス えー、靴は左足から今でも履いているな靴下もだしということで。えー、左足もうまくなりたいっていう思いからやったんだけど、はい、20年以上やってるから、左足からじゃないと気持ち悪いかなサッカー部だった青の軍団さんなら分からずよ。この気持ち。はい。今日の深夜。 アジア最終予選だったんじゃないということで。うん、サッカーワールドカップのね、話ですけどね。そうですね。スポーツのをね、やってる方々はもう結構ジンクスって大切にするんじゃないですかああ、そうかもね。うん。なんかこの勝負時にはこのパンツ履くとかってよく聞きますもんね。うん。うんうん、あとこう、あ、高校野球のさ、美、はい、里工業の方だったんですけど、勝つまで髭を剃らないっていう人がいたわけ。えー、高校野球の球児がですかそう。 準決勝から沖縄県内って <laughs>、はい、あの中継が入るさ、はい、なんですけど <laughs> 準決勝ももちろん勝ち進んで決勝まで行きましたから、はいはい、もうピッチャーなんですけどその方はひげびっしりなんですよ、えー、で勝ったらソるっていうえなんかひげがびっしりなピッチャーってなかなか見たことないですよねいやもうメジャーリーグとかねあ、まあ、まあそうそうメジャーリーグとかではありますけども高校球児っていうのがねなかなか印象があるんですけども、うんまあ、残念ながらあの、うん 甲子園に行けなかったではありますけどね、はい、そういったこうジンクスとかね、まあそういうとこをね大切にしたいっていう思いですよねやっぱりねえー、そして青野軍団さん、はい、チンス毛利あゆにゃん番組ギリギリに入ってきてて、えー、慌ててもお美しいございますなありがとうございます今日青野軍団さんのこれがないなと思ってちょっとだけしんみりしてたんですよあちょっと寂しい気持ちに、はい、ちょっと気にしてたんで嬉しいですはい <laughs> 嬉しいそうですよ、えー、ずっとりりしくしていたのに、はい、1>, 1年ちょっとでヒョロノッポの「毒」「毒画」ですかねこれね「はいえー、毒画」に染まり放送ギリギリまでゆんたくタクしていたのね改めて「アジラジの世界へようこそ」ということで <laughs> それって褒め言葉なんですかね、うん、どうですかね、うん、アジラジの世界へようこそとか言ってね「うん、毒画」って言われてますけど <laughs> いやもう全然何も来ないですよ 店頭さんからなんですけれどもあの、ね、大学生と大学院生がこの後ゲストにいらっしゃるということでやっぱり若さを感じるねってきてますねあとチャラミーの寝起き感が際立つねと私寝起きって一切言ってないんですけれども <laughs> <laughs> 寝起きに見えるんじゃないですかもうちょっとそれはやめていただいて。 大丈夫ですか。すちゃんとオンとオフうまくいってますオンですよ今めっちゃオンです。はい。はい、さあこの後ゲストもね、えー、いらっしゃるまあご時代ですけれども、はい、今日はですねこの後二組登場する予定となっていますので、皆さんもジンクスに関するメールも送りつつ、えー、ゲストの皆さんのねいろんなこう情報もありますので、えー、引き続き F.M. 小座でお楽しみください。アジクーターラジオこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイルディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産 株式会社上進組以上各社の提供でお送りしました。さあ、この後5時台ですね、改めて一番桜オリオン、こちらのですね、24巻、1ケース、こちらのプレゼントの告知もしていきたいと思いますので、最後まで生放送お付き合いください。うんはい みんなみんなラジラジかじれたくだいたラジオみんなみてねバイバイ Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come and listen. Radio. さあ時時刻は5時を回りました3月23日木曜日の「あじくうたラジオ」お相手は DJ モーリーとやらあゆみですさあ今日の番組のテーマは「ジンクス」はい、この時間も皆さんからジンクスに関するいろんなメッセージをお待ちしておりますた、まあ、多分人によってねいろいろあるでしょうからねピンチの時は必ずこれをやってますとか、うん、どうですかあ,のあなた司会とか、はい、例えば大一番でイベントの司会やるときとか何、うん、かやってるとこありますか <laughs> そうですねあの先ほども言ったんですけどやっぱり温かい飲み物を絶対その前に飲む、うん、であと屈伸運動をしたり<う>あの体を。 動かしたりちょっとでもね温める動かすと自然と緊張ってほぐれるんですよ深呼吸みたいなものなるほどなるほどだからちょっともう人がねちょっと見てないところというかちょっとこうやって行って背伸びしたりとかちょっとジャンプしたりとかそういうことをやったりしてますね準備体操だね確かにそれやるとなんかこうディラックスできますよね僕は必ずトイレ行きますねそれはあれどういう意味いやあの用足さないですよ足さないんですけど便器に座るんですよ それでちょっと物考えにふけるんですか鼻から呼吸やってふーっと吐いたりとかして、はい、そう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 座るっていうことが僕の中ではちょっとジンクスかもへえ<ー>落ち着かせるねなるほどねでまああの犬の写真見たりとか、うん、え娘の写真見たりとかしてちょっとほぐしてそうそういつものフラットな感じに戻ったなと思ったら、うん ばって出るみたいな。んそんなところあるかもしれませんね。ありますよね。はい、で、あとその前に結構いろんな人と喋るっていうのもいいですよね。ああ、話をしたね。もうちょっと味方を作っとくみたいな、ね。うん,うん,うん、うん、<laughs> もうひたすらもう会った人にこんにちはとか言って、うん、もうちょっとインタビューじゃないですけど言っとくと、披露宴の司会とかだとよりいいですよね。ううね確かにね、うん、そういうのあるかもしれませんね。えー、皆さんも仕事柄のエジンクスがあればメッセージもお待ちしています。はい、さあこの時間ですね。先ほどから、えー、ゲストのね準備ということで、えー、いらっしゃっておりました でしたね、はいえー。今日のゲストはですね、沖縄県立の芸大大学院生のですね。はい、まずは徳田大樹さんにお越しいただいております。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。しますそして、えー、同じくですね、沖縄県立、えー、芸大の方から。 テラテラのミキさんに来ていただいております。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。よろしくお願いいたします。いやーもう爽やかでございますよ。まあ20代ということで,ピで <laughs> ね。はい。大学院生と、はい、まあ大学生というところですけれども、うん、あるお知らせを持ってきていただきました。はい。じゃあ改めて紹介の方よろしくお願いいたします。はい、はい。そうですね。あじゃあ私の方から、えー、アシミナープレゼンツ琉球古典音楽読書会ここの色。 えー、3月24日、明日ですね、えー、19時より、えー、開演いたします、うんえー。場所はですね、沖縄市民小劇場、足びな、コリンザの3階となっております。はい、はい、ってい感じですかね。出演は えっと、沖縄県立芸術大学の大学院生ですね。えっ、ー、と、舞台芸術専攻という専攻で。琉球古典音楽を中心に学んでいる。徳田大樹、親川遥、久保田恵、中峰義盛。4名による演奏会となっております。はい、なるほど。先ほどもね、あのう、シの最中とか、曲の。 最中にね、はい、いろんな話を伺ってましたけれども、はい、徳田さんはもう、はい、ずっともう小さい頃から三振をやっててそうですね自分6歳の頃から三振の方をやってるんですけれども、えーまあ、きっかけというのが、うん、おじいちゃんが、まあ、独学でやってて、うん、ただ趣味という程度でやってたんですけれども、うんまあ、それをきっかけに、まあ、自分も触ってみたいなというちょっとした好奇心から始めたのが、うんはい、きっかけで,でちょうどまた小学校 えー、読谷の方なんですけれども、うんえー、小学校で、えー、ちょうどクラブ活動サークルですかね、うんうん、が始まったというのもあってちょうどいいタイミングだなと思って始めたのが<ー>、はい、きっかけですねそれからずっと三もねすごいね。うん 六歳からですよ。そうですよ。なんで十五年以上してるってことですもんね。そうですね。でも、うん、まあ実力が伴ってるかどうかはまた別なんですけれども。いやいやもこうやって県、うん、芸の大学院生と生ね学生の皆さんだけでこうやってステージをね、うん、やることがもうすごいさすがだなと思いますね。さすが芸大生だなと思うんですけれども、うん、これは初めてなんですかこのイベントは。そうですね。はい、このイベント自体ははい初めて、えー、ちょうどあのー。 大学院にも入ったし4人っていう少人数なので、うんえっと、読書会やってみようかなという形で、うんえー、みんなで4人で話し合って、えー、や,りやることになりましたイベントの前日ですけれども、うん、今の気持ちって率直に伺っていいですか、はい、そうですねやっぱ緊張してる部分がほとんどですかね、うん、はいあのやっぱりいろんな方に聞いてもらうっていう、うん、まあ嬉しい機会でもあるんですけれども あのこのコンセプト自体がまた自分たちが若いっていう大学生、うん、大学院生っていう部分もあって同じ世代にやっぱり聞いてほしいなっていう部分もありまして、うん、まあそれなりの、まあ、自分の今持ってる力をしっかり出せたらななんて思って。うん 寺園さんも、はいまあ、今回こう、まあ、大学生というところから、まあ、舞台のこう制作とか、はい、い,ろいろこう周知も、ね、お仕事としてありますけれども大学院生の皆さんがこうやって頑張ってる姿を私自身はあの今回琉球古典音楽の制作というふうに、えー、と一緒にやっていってるんですけど、うん、琉球古典音楽って、えー、とこの結構。 私のおじいちゃんがやってたりだったりとか、うん、すごいあの上の世代の方がやってるイメージがあったんですよ。うん、でもこの若い大学生、大学院生が琉球古典音楽っていうジャンルのものをやってる姿っていうのを見て、こうゆったりとした音楽を気持ちを込めて全力で歌ってるその姿っていうのはすごい感銘を受けたっていうか。うんうんう 同じ,あ同じ年でこんなに人の心を感動させるような歌い方をできる人たちがいるんだっていうのに衝撃を受けて、うんうん、この舞台を作る側としてこの演奏者と一緒に一つの舞台を作ってみたいなって思ってやっててやいます、ね、なるほど、はい、まあこの演者側もそうですけれどもそれを支える皆さんも,もう気持ちを動かされて、はい、もうイベントを立ち上げて成功させようと。はいはい ということですね、はい、さあ,あのここでですね、はい、あのまあ、徳田さんもいらっしゃっておりますのでせっかくなので、うんえー、三振を、まあ、今回お持ちいただいて、はい、1>, 1曲演奏していただけると伺っておりますはいじゃあ1曲ご紹介したいと思います琉球古典音楽の中からですね「うんないご紹介したいと思います。えー

今の曲が「うんなぶし」。そうですね、うん、もう違う世界というか、この一気にスタジオの空気の流れがね、うん、変わりましたけれども、いつも普段やっぱり喋ってる声とね、またそのギャップがね、そうだね、うん、いやもう普段のね、声もまた渋い声ですけれども、うん、またこうやって三振を奏でた時のね歌声も変わったりしますね。ね まあ明日はですね、まあそんな徳田さんもそうですけれども、はい、4名の皆さん、皆さんが、ええー、まあ沖縄市民小劇場、うん、アシビナコリンザ3階の方で、はい、えー、舞台があるということで。はい、じゃあ、改めて寺園さん、告知をよろしくお願いいたします。はい、はい。明日、3月24日、金曜日、アシビナプレゼント、琉球古典音楽読書会。沖縄県立芸大大学院生が歌う、古典の世界、個々の色。 公演を実施いたします。出演は、歌三振徳田大輝親川春香、久保田恵中峰義盛がお届けします。会場は18時半、開演19時、料金の方は大人500円、大学生以下は300円となっています。沖縄市民衝撃場足ビナーです。 よろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ徳田さんの方からも一言はい、えー、そうですね、えー、まあ、今歌ったような古典音楽をですね、うんえー、皆さんに知ってもらう上で、えー、自分たちも一生懸命、えー、歌いたいと思っております、うんえー、多くの人にですね足を運んでもらえたらなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい今日のゲストは沖縄県立 ええ、芸大、大学院生ですね、徳田大樹さん、そして、ええー、寺園美紀さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 さあアジクルタラジオ生放送でお送りしております時刻は5時14分になったとこですさやらさん先ほどは県芸大まあ大学院生と大学生のお二人が来ていただきましたまあ古典の音楽もねあの普段僕らだとあのカジャレ風なんかがねその琉球古典音楽ですけれどもう毎度こう聞いてますが先ほどの曲なんかもねいい曲でしたねうんなぶしねこういう若い世代がまたね引き継いでくれているっていうのがねなんか嬉しいというか頼も した感じますよね。いやだって六歳からでしょ。<う>で今二十二歳三歳とかそれぐらいですかね。うんうん、年月経過してますからこれからがまた楽しみですね。ね本当に若い世代の方々にの多くね明日は,は足を運んでほしいですね。はい。はい、さあそしてですね今日は二組目のゲストの方もいらっしゃっております。じゃそれぞれのマイクありますので自己紹介よろしくお願いいたします。はい皆さんこんにちは。こんにちは。コアファイター J の

はいえー、今回のこのイベントの詳細を教えてください、はい、じゃあ、はい、早速、年度末、来週金曜日3月31日、金曜日に北谷町ライブハウスモッズにて、はいえー、夜8時より、まあ、会場は7時半なんですけれども夜8時よりライブハウスモッズにてわれわれコアファイター J プレゼンツアニソンジャムボリューム1という。 アニソンライブを開催いたしますちなみにこのコアファイター h j というこのバンドは何年ぐらいやってるんですかなんやかんやで、もう4年。4年やってます。ねぐらい。知らないでしょもう初めて来ましたけど。じゃあもうアニソンを歌ってらっしゃるってことですかアニソンオンリーです。だけです。え、金城さんは何担当なんですかボーカルなんですよ、あ、そうなんだ。でもどちらかというと喋る方が長いです。 MC、MC の時間が長い。MC の時間が長いんですよ。漫談的な。えまあ、それもね、楽しみで来るっていう人もいるかもしれないですけどもね。で、大山さんが私はキーボード。ああ、なるほど。えっと、何人編成なんですか何名え6名。増えて増えて6名。6名。はい。いや、これ、きっかけって聞いていいですかきっかけは、まず、 きっかけそう大体ねボーカルがなんか始めたみたいな感じですけど、ね、いやあのそれはもう <laughs> バンマスの大山,の方大山さんがそうですね、はい、まあいろいろバンドを私やっててですね大体、はいまあ、オリジナルをずっとやっているんですけどもアニソンって昔から小さい頃から見てるやっぱりアニメの曲って憧れがあってもともとカバーはあまりやらないタイプだったんですよ絶対に。絶対オリジナルでいくっていうタイプの人間だったのがうん、うん、突然カバーをやり始めたと大山が。 アニソンみたいな感じで。うん、でまあアニソン自体はあんまりねどこもやってないので,、うん、で世代が、まあ、昭和40年代のアニソンということで、うんまあ、生まれが40年代なので,、はい、でその辺のアニソンバンドを組みたいなということで実はコアファイター J の前に一度あのゲッターマン,、うん、ンっていうアニソンバンドがあったんですね身、うん、が。はいうん、でそっからメンバーが変わってコアファイター J っていうようになんですね。 昭和40年代の話ありましたけどアニメソングって何からいきましょうロボットアニメが一番、ね、あの華やかな頃だったんで、うんまあ、分かりやすいところで言うと「機動戦士ガンダム」あ,ダムあの辺りはもう<ー>ファーストのね一番最初のガンダムの世代だったりとか。うん あとはまあタイムボカンシリーズなるほどタイムボカンですかねはいとかとかはいまあボーカル女性もいるんですけど今のところ我々少女向けアニメはあまりカバーできてないですねあの男性の方中心にあとはね世界名作劇場だったじゃないですか懐かしい懐かしいはいはい うん、じゃあこう女性ボーカルさんも女性ボーカルもいるのでこれからどんどんレパートリー増やしていくつもりなんですけどちなみにこの3月の31日ですけれども、はい、このコアファイタージェ以外にも出演があるんですかいやいやワンマンなんワンマンですかすごいですよ,ンンよねえモッツでワンマンですよしかもうほとんど誰もね <laughs> 知,ら知らないアニソンバンドに。 ね,ねえまああの我々もすごいですけどね、うん、そういうあのあまり実績のないアニソンバンドにこう場所を提供してくれるも,もキャンさんもすごいキャ,キャンさんがやらないとかなかなかねあのメンバーもいろいろ仕事を持ちながらなので決まりがね 難しくて毎月っていうライブはできないんですけどもやはり年に1回大きなところでできたらいいなお祭りのような感じで年一では必ずやろうということででもこうやってお二人40代の話されてますけど楽しそうだね代結構うちらの世代ってさっきの話じゃないんですけども当時は毎日アニメやってたんです日 ね、もちろんタイム感も入っので、ねうん、やっぱり知ってる人多いんですね、うん、逆に若い人なんかはねやっぱりガンダムとか知らないですらに 近今回親子連れとかね子供連れてくるとかね段階まではいかないんだけどでもなんかこのアニソンに特化したっていうのがやっぱりいいですね面白いね<ー>、うん、まあ子供もあ聞いたことある?」とかそうそう絶対聞いたことあるんじゃないですか、ね、その見てなかったとしても。 昭和オンリーではない平成のものにもちょこちょこと手を出してちっちゃい子も分かるっていうものも入れつつそれのいえばバンドバージョンってことですよねい。そうでやるわけですからねツイキャスコメント来てますがブブさんあいみさんとモーリーさんは絶対にコアファイター知らないと思うということコアブースターも忘れてはならない。 あ、一番好きな機体は何なのか気になるなということでブブさんという方からいただいておりますコアファイターだなコアコアブ,ースブースターブースター来ましたねあコアファイターの後ろにっつくあれですねはい。うあれですねってこう手でやってもラジオだったっていうね,っっいうねえコアファイターって何ですか <laughs> あれはですね あのガンダムはお腹の部分がね、はいはい、コアファイターっていう戦闘機なんですよ。アムロが乗ってるやつで変形するんですねこうガチャンガチャン、えー、っと。で上半身と下半身を。 こう、コアファイターが挟。が挟だから、当時の、あの、ロボ、ロボットアニメって、うん、もう合体が多かったですよ。ちょっと無理のある合体、ね、<ー>だけど、ガンダムは、もうちゃんと。リアルな、ね。あ、これ、ちゃんと。<ー>だからモビルスーツって名前とか。そういったところでは、現実的な、やっぱりロボットアニメ。と<ー>、うん、いうところで、今でも、ファンが多い。 ちなみに、ね、金城さんですけれど、このアニメで、どのキャラクターが好きとかってあるんですか。熱烈なファンとかあるんですか。熱烈アニメです。うん、そうですね。まあ、フィギュアだったりとか。<laughs> そうね。何が一番かな。 何が一番って言っちゃったらねじゃあその主題歌歌ってるんですかって言われたら歌ってませんっていうパターンが多いですからね。<laughs> 好きななのは歌ってないですね <laughs> <laughs> でも基本的にみんなメンバーで好きなものを出し合うんですよ。はい、あのお客さんのことを考えることは今のところないですけど、ねね、我々が歌いたいものにお客さんついてきてくださいっていうです、ね、<laughs> う<ん>もう本当に親親,の、ね、親父らしい一、ねえー、直線。 って感じですね、えー、かうでも小さい頃見ててすごいなと思ったやっぱ一休さんってアニメ分かりますまあいわゆるその、うん、主人公の一休さんが、うん、あんな小さいのにすごいあの人生達観してて、うんね、物事考えて、うん、こうさらりと何でもかんでも問題を解決していく。 子供心に見て、なんだこの坊主はっていうのがありましたね。あとオープニングもね、なんかずっと女の子がスッキ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 って分かると分かるんですけど。愛してるそうなんですよ。すごい歌詞だ。それでも聴いたことありますもん、この歌詞、歌詞というか曲はね。 なるほど、まあ、じゃあそういう,こうあ懐かしいねと思う曲なんかもいっぱいこう演奏されて楽しめるわけです、ね、でただの演奏でもないんだよねあの実はアニソンバンドっていくつかあるんです出てまあカバーでやるんだけどもうちはもっとマニアックで、うん、以前のライブだとあの「エヴァンゲリオンのサントラ」の中から1曲とか八嶋、ねはいえー、作戦のテーマとか、えー、ホーンセクションを入れてインストでやったりとかですね。<laughs> <ー>あとと面白いところで あのアイキャッチコーナーナー、アイキャッチコーナーあの、はい、テレビコマーシャルに入る前と、コマーシャル開けた後にちょ、<ん>ちょっと音が入るのを言われます。 わかるかな昔のよくあった最近のアニメはそういうアイキャッチなくてテロップが入ってそのまま CM に入るとかっていうの多いんですけど昭和のアニメはほとんどのガンダムもありますよね。そういうコーナーもあるよそうんですね ドラゴンボールとかだったら CM 入る前にチャ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 ルャチ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 ャあャチ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 ャあャチャれャチ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 マチャ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 チあチャチャチャャチチャ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 チチャ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 チ

そのまんま、ね。<ー>確かに成長しないまま四年経ちましたね。<laughs> 成長してないからね。うん、すごいなんかププさんからまたヤシマ作戦笑い最終安全装置解除とかって来てますね。ああ<ー><ー>やっぱ分かる人はります、ね。一番<ー>、ね、盛り上がって,てますね。それがね盛り上がったね。悲しいことに歌のないインスタが盛り上が自分で自分が出番のないところが一番なんか盛り上がってたって。 このイベントがまあ3月の31日、はい、ということなんですけれども見どころってどんなところですかはい、はい、そうですね,今回,ね今回見所。うん、見こまあちょっとい,いつもと違うのは、うん、2>, えっと2部構成をとっていて第1部が、うん 1> えー、アコースティックのコーナー。ーはい、基本的にその バンド編成ではなくて、アコースティックでしっとりと聞かせるものから、まずスタート。それもどこもやらないよね。どこもやらない。すごい。そう、だいたい、あの、エンディング曲になってしまう。エンディングね。バラード系とかですね。はい、昭和にそんで聞いたことがある、誰もが聞いたことあるだろうなっていう、そのような。バラード系を中心とした、アコースティックナンバーをお届けする第一部。はい。で、少し休憩を挟んで、第二部は。 バンドスタイルで、うんまあ、縦乗り横乗り勝ち足いろいろと <laughs> みんなが楽しく、はい、乗っていただけるような、まあ、テンポのいい曲を中心にやっていくという、まあ、大きくこの2部の構成で進めていきますディ、うん、スナーさんからメールが来てまして「ガンダムファイターアルゴガルスキーさん」「コアファイターってガンダムのコアファイターですか?」「愛を覚えていますか?」 ロボット系、ブッシュベイビーの曲とかもありますかちょっと気になりますね、ということで。愛覚えてますかマクロスだね。ですね。はい。はい、愛覚えていますかもうこれからレパートリーに入れたいところですね。えー、あ、でも、あのー、 えっとテレビバージョンのエンディングランナーはありますからね。あ、ランナーもアイキャッチもやるよね。やり,やります、やります。えー、<laughs> ちゃがちゃがちゃ、<の>ちゃがちゃがちゃがちゃっていう。えー、これおそらくラジオの向こうで<ー>うわーくるっていう人は何人かはいるんです。何人かは。本当にピンポイントな世代の。<laughs> <laughs> コアなんですそこがコアなんですあの特にコンビではないですよ二人は違うですよコンビじゃないですよねバンドメンバーもう一度日にちを教えてくださいあと何曲ぐらいやりますかということではいぜひせっかくなんでメールがはいありがとうございますえじゃまず日にちから来週3月31日金曜日超年度末でございますそれよねはい えー、場所は茶壇町ライブハウスモッズ、うんえー。時間は会場が夜の7時半、うんえー、スタートが同じく夜の8時からのスタートとなっております。はい、えっと前売り券は1,500円で当日券は2,000円となっておりますが。うん コアファイター J でですね、フェイスブックページ、コアファイター J で検索いただければ、チケットの予約とかも可能になってますので、よろしくお願いします。何曲ぐらいえっと、そうですね、お客さんの顔見ながらですか。そうですね、アイキャッチ入れるの、アイキャッチ入れるの、アイキャッチ入れたら30曲ぐらい。 <laughs> だってアイキャッチって数秒で終わります数、ね、秒で終わって解説が入ってじゃあもう一回やって<ー>これでも分まあ15から20ぐらいにアイキャッチが入って。<laughs> まあ三十超える。三十超える超える可能性がありますね。あのイメージですけど。多分大爆笑ですよね。多分その会場で。笑わせます。そう先ほどあの言い忘れたんです。第一部アコースティックバージョンなんですが。なんとですね。第一部。私ボーカルキングジョー歌いません。え。ボーカルなのに。ボーカルなのに歌わないんですよ。何やるんですか。私の別人格のですね。綾小路キングジョーっていうのがいてですね。 その綾小路キングジョというのが、こう、ちょっと漫談を交えながら、アニメの解説をして。若干似てますよね。後ろ髪もね、ってますから。アニメの解説、そしてアニメのその曲の解説をして、で、メンバーがアコースティックバージョンをプレイしてくったりする。これもね、そうなんですよ。 ボーカルじゃないパートの人が歌う。なるほど。チャレンジャーですよね。もういろんなことやります。すごい。3月の31日ということで、来週の金曜日ですね、ライブハウスモッツの方で行われます。7時30分会場、8時開演でございます。料金が前売りは1,500円入って、当日は2,000円となっておりますので、詳しくは、あの、コアファイター J。 え、Facebook ページもありますので、ぜひ、検索をよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、それぞれ一言ずつメッセージいただきましょう。はい。あはい。えっと、毎回楽しいイベント、ライブにしようと考えています。前回は、あの、ホームセクションの入ってのすごい演奏だったんですが、今回は、まあ、あの、ボーカルがあった通り、ちょっと笑いあり、涙あり。プレゼントコーナーもあるのかなもやりましょうね。やりましょうね。やりましょうね。はい。プレゼンとにかく楽しいライブにしますので、ぜひ皆さん、 遊びに来ててくださいねお待ちしてます第1部は歌わないボーカルキング・ジョーですけれども、2> <laughs> 第2部はぶちかましますので、えー、本当に楽しい、まあ、我々自身も楽しく、うん、そして世代、我々と同じ40代世代以外の若い人たちにも懐かしいというか、うん、聞いたことがあるというようなね、楽しい曲を、えー、ラインナップしてますので、うん、ぜひぜひお越しくださいませ。待ってます。待ってます。はい、あの、テントがんばろうかいさんから、はい、今、個人練習の 動画をチラ見したけどかなりクオリティが高そうということでえ動画あったっけフェイスブックページ <laughs> 動画開けてるじゃないですか <laughs> 私がそうそうそうキーボードの。 ああ、あれ上げてる動画あれしかないはずであ、そうよね。ありがとうございます。はい。すごいですね。ディスナーさんね、もうディサーチしていただきましたけれども。ありがとうございます。まぜひ、ね、コーを聞いて皆さん、足を運んでみてください。え、今日のゲストは、え、コアファイター J の方から、大山さんと、そして、キングジョーさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 カフミチオ保育園プレゼンス未来課内。さあ時刻は五時三十四分になったところです。えー、毎日やっているこの時間は子どもたちのコーナー未来家内の時間です。このコーナーは社会福祉法人人福祉会道子保育園カフミ里保育園の提供でお送りいたしました。まあ先ほどはコアファイター J の。 ね、お二方来ていただきましたけれども、はいまあ、アニメのね、えーうん、曲もうなんかこう今でもその。 お二人がねコンビなんじゃないかと思うぐらい、遺伝が残ってますね。うん、ねなんかねあの四十代っておっしゃってましたけども、同心にねお二人とももう変えられて、<laughs> もうずっとお二人だけで盛り上がってる感じがまた楽しかったですよね。多分ね時間全然足りなかったと思う。<laughs> 話足りなかったと思うんすけども。まだまだ盛りだくさんな感じでもうその続きはね、はい、あの本番の方三十一日金曜日を皆さん楽しみにしていただきたいと思いますけれども。はいよろしくお願いいたします。ますさあ今日はですねあのー。 まあ、子どもたちの情報なんですけれども、えー、道ち保育園にちょっとお邪魔してまいりました。はい、で、み、え、ち、ー、道場保育園の年長さんが、ですね今週の土曜日に、はい、うん、えよいよ卒園式ということで、今週でですすか、うん、そうなんですよでこの卒園式の予行演習をですね今日実際にこうやってまして、オープニングからこうエンディングにかけてね、うんあのー、まあ一通りやってみようということで、やってきたんですけれども、うんまあ今日じゃあ、 ちょっとその中から卒園式の様子を、まあ、事前情報でありますけれどもね、はいえー、お知らせも挟んでいいきたいなと思います、うんえー、この春、まあ、今週の土曜日に卒園をされる道ち保育園の年長さんですけれども、はいえー、全部でですね18名の子どもたちが、うんえー、今週土曜日に卒園されるというところですね。 保育歴、まあ、6年の子がいたりとか3年の子がいたりとか、うん、結構ね、ねまちまちであるんですけれども、はい、もうやがて小学生というところですね。そうですよねもういったらあと2週間後にはもう小学校という、うん、うわー早い来週まで保育の受け入れをして、うん、でその翌週なので4月の3日から多分入学とかもね、うん、あると思いますのでもうあっという間にランドセルを背負って小学1年生というところになりますね。 でえー、この子どもたち1年の中でいろんなこう出来事がありました、うん、でその1年間の、あのー、出来事を年長さんが在園児の皆さんに、えーまあ、紙芝居みたいな感じでですねそのこの時はこういうことありましたよねということで絵、えっとです、ね、折り紙をこう使って一、うん、枚一枚作ってでこの、まあ、紙芝居的なものを まあ年長さんからまあ卒園児から在園児の皆さんにプレゼントというそういったシーンもね今週土曜日に予定されているそうです。でまたお祝いの言葉まあこれは在園児の皆さんから大きくなったよという曲目を歌ってくれるそうですでそしてえ卒園児、在園児一緒に歌うのが「思い出のアルバム」という歌を一緒に歌いますでその後まあ卒園児の皆さんがえー歌「BELIEVE」というね 曲をですね、手話を交えながら<ー>、えー、子どもたちに歌ってくれるというところでございます。えー、これが今週の土曜日、道井保育園の方で、えー、まあ第三十四期生になるらしいですね。歴史ありますね。そうなんですよ。でそんな中、なんと僕一期生なんですよ。ね、前言ってましたよね。そ<う> <laughs> でそのまあ横演習の中で三十四期っていう言葉が聞こえてきて。 そんなになってるんだってちょっとびっくりしましたけどねそうなんですよだからこの年のプラス34歳したらもうあれってことですもんね、うん、そうそう<ー>年齢が導き出されると <laughs> でかつてはその道所保育園の卒園時には元日アムの糸数敬作 はい伊川選手さん、さんはい今現在はまあダイビング関係のね<ー>お仕事をされてますが、はい伊藤和さんもその日光保育園の卒園児ということですね。そうなんですね。そうなんですよ。うん、まああのいよいよお明後日が卒園式ということですけれどもね、はいえー、明日もお子どもたちのコーナー未来課内の中で道光保育園の情報をお送りしていきたいと思います。うんはい、未来課内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道光保育園 花風三里保育園の提供でお送りしました。 さあ、駆け足で木曜日の生放送、アジラジも、まあ、時間が過ぎてますけれども、はい、ラジオネーム、ヨギシコジャパンさん、えー、こんにちは、森。早いな、3月も。うん、4月から新しい生活が始まるけど、うん、何も準備してないさ。一回泣いておこうね。ということで、ラジオネーム、ヨギシコジャパン。はい、いただきます。ありがとうございます。まあ、3月、結構ね、うん、まあ、 いろいろ決め事をして決断をして、うん、でさあ4月から新しいこととかねいろんなパターンがありますけれども、うん、何も準備してない <laughs> どうしましょうかね。いやでももう3月の下旬なんだと思ったら焦りますねね、うん、ちょっと、ね、なんかね4月ってなんかイメージ的んですよ、うんあの。やっぱり 新しいことが始ままるっってイメージありりすよねやっぱりねやぱ何かしら何かやらないとって感じもしますけどね、うん、新たな気持ちで4月迎えたいなみたいな、うん、あちょっとずつでいいんじゃないですか、うん、あのー、えー、昨日より今日今日より明日みたいな感じで4月に向けてちょっとずつでいいんでいいんじゃないですかね。ね何かしらね、うん、ちょっと始められたらと思いますけどもはい。 さあ、こちらも行きましょう。はい、ラジオネームですね。昼間の奥さんからいただきました。先ほど、あのー、古典音楽を演奏されている時のメールですが、すねうん、はあ古典すごいね。音の芸術。私の父も野村流古典やってました。<ー>ゆっくり長く歌うんですよね。昔は枠に、えー、三振ケースを持ち、教室へ通うのがモテる男のステータスだったと聞きました。はい あれか、うん、あれなんですかねバンドマンみたいなそのギターとか、うん、そういったものをこう背負いながらというか肩にかけながらこう歩いてる姿を見るとおかっこいいなみたいな確かにでもそういう人ってかっこいいですよねかっこいいですよね、うん、もう絵になるというかねはいえー、もう一件ですけれどもおーテーマジンクス朝シャッターを上げて一日が始まる店番、うん、その一番乗りのお客さんを見口って言いますね そうですね、見口。はい、若い男性客が来ると縁起がいいとか、うんうん、え一番に集金が来たらダメだとか、うんうん、見口なのに思わずに買える方は、買わずに買える方は縁起が悪いからと予定になかったはずの野菜を一品買ってくれたり、そういう話は年寄りから聞きますよ。うん、今は24時間営業だったり、野球観戦で誰も来なかったりと、健康番組でコレステロールが下がるとか、痩せると言っていたと同じ野菜が連続で売れたり、 うん、おばあの時代のジンクスは消えつつあるのかなラジオネーム、うん、昼間の奥さんなるほどあの商売をやってる女性の方々から私もその「見口」の話は聞いたことありますね、うん、なんか最初に来た「見口」のお客さんがいっぱい買ってくれる人だと、うん、今日一日繁盛するみたいな。 そう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 だけどもそ,その方がかまずに帰ったりとかすると今日一日はもうなるほどとかそういうジンクスがあるみたいですね、えー、商売をされている方々にはははははよくね若い男性客が来ると縁起がいいとかってね、うん、よく聞きますよねああ、うん、なるほどいろいろあるんですねね商売事とかもねいろいろあるんですねうん,男性の皆さんじゃあ行った際は、うん ちょっと多めに買わないといけないってことかもしれないですね。<laughs> 何かしら一つ買った方がいいかもしれないですね。あ<ー> <laughs> さあ、ガンダムファイターアルゴガルスキーさん。はい、昨日、たくさん飲んだり遊んだので、今日は必死に禁酒します。そして、これから夕ご飯を作ります。うん、焼きそばを作ります。うん、テーマを送らずすいません。お疲れ様でしたということで、ラジオネーム、ガンダムファイターアルゴガルスキーさん。はい,はい。ありがとうございます。 昨日はね目いっぱい飲んだので今日は禁酒っていうことで、うん、まあ休館日大事ですねそうですね、うんうん、やった方がいいなと思いますねそうか意外とめっちゃ飲む時もあるんですねああ飲まない感じなんですかふだんいやか居酒屋とかそのフェイスブックで見る限り、はい、よく、あのー、食材が載ってるイメージがあって<ー>お酒をガンガン飲んでるっていうのはあんまなかったんですけどね、うん、えー、飲みすぎたらまたその翌日はね 抑えた方がいいかもしれませんさあもう時間も時間ですけれどもじゃあやらゆさんのコーナー行きましょうか、はい、タイトルコールお願いしますやら市はいどうぞお今回はこの BGM でお送りするっていうことで、はいはい、あのー 今日もですね、ミライア書店ライカム店の先月27日から今月3月5日までの文芸書のランキングを送っていただきましたので、うん、今回はトップ10の中から新たにランクインされた文芸書をピックアップして発表したいと思います。はい、8位にはですね、90歳何がめでたいという著書がランクインされています。うん、これはですね、大正12年生まれ92歳の大作家の佐藤愛子さんによる 最新エッセイ集です。今なお書き続けてるってすごくないですか、うん、92歳にしてもう最新のエッセイ集ということで、うん、高年齢層から若年層まで世代を超えた共感を集め今大ヒット中でございます。うん そしてですね、4位は、えー、村田沙やかさんのコンビニ人間、うんえー。こちらは芥川賞の受賞作なんですけれども、あの主人公は36歳未婚の女性で、えー、大学卒業後も就職せずにコンビニのアルバイトは18年目、えー。これまで彼氏なし、オープン当初から駅前のコンビニで働き続け、えー、変わりゆくメンバーを見送りながら店長は8人目だ、えー。日々食べるのはコンビニ食。夢の中でもコンビニのレジを打ち、清潔なコンビニの風景 といらっしゃいまのの掛け声が毎日の安らかな眠りをもたらしてくれる、うん、仕事も家庭もある同窓生たちからどんなに不思議がられても完璧なマニュアルの存在するコンビニこそが私を世界の正常な部品にしてくれる。 ある日、婚活目的の新入り男性がやってきて、そんなコンビニ的生き方は恥ずかしくないのかと突きつけられるが点々点。現代の実存を問い、正常と異常の境目が揺らぐ衝撃のリアリズム小説ということです。実はこの作家の村田さん自身もコンビニでアルバイトをして、毎週のアルバイトから着想を得た作品なんだということです。う そしてですね1位にはですね、えー、村上春樹さんの「騎士団長殺し」第1部、うん 1> えー、3位には、えー、また同じく村上春樹さんの「騎士団長殺し」の第2部がランクインしております村上春樹さんの小説はねもう本当に好きな方多いと思うんですけれども毛利、はい、さん、なんか村上春樹さんの小説とか読んだこととかってあります えっとね、はい、読んだことないんですけれども、はい、よく、あのー、書店並んでるの見たことあります、はい、IQ のやつはいあ1984のことですか1984以来7年目のあもう7年なんですけど、うん、それ以来の 書き下ろし本格長編なんですよ。え、あ、そんななりますかそう,そうなんです。もう7年なんですね。私は198を読んだんですけれども、それからもう7年かと思って。だ、うん、から待ちかねたね、あの、わびた人たちもいっぱいいるとは思うんですけれども、騎、えー、岸団長殺しですね。えー、それはですね、内容は、その年の5月から翌年の初めにかけて、私は、えー、狭い谷間の入り口近くの山の上に住んでいた、えー。夏には谷の奥の方でひっきりなしに雨が降ったが、 谷の外側は大体晴れていたそれは孤独で静寂な日々であるはずだった騎士団長が現れるまではっていう感じから始まるみたいでな,るほどなんか気になるところですけれどもね。うんはい、ということで「文芸賞」1位と3位には村上春樹さんの7年ぶり1984以来の長編小説「騎士団長殺し」がランクイン。はい でしたなんかあれですね、こうやって、あ今、こういうランキングがついてるんだとか、うん、こういう作品あるんだって思うだけで、はい、ちょっとこう、見てみようかなってね。ねちょっと自分のが興味があるもので全然いいのでね、うん、なんか手に取ってみたくなりますよね。そうですね。はい、あラジオで言ってたやつだとか,とか。そうそうそう、小説とか読みやすいですからね。うん、はい また毎週毎週こういった形でジャンル別で取り上げていくんですよね。はい、そうですね、うん、え毎週毎週文芸書だったりビジネス書だったり、うん、またエッセイとかね、うん、あの新書とか文庫とかお伝えしていきたいと思いますので、はい、また、えー、来週もお楽しみに以上やら市のコーナーでした。 さあ、ということで、アジクウタラジオ、木曜日の放送もそろそろエンディングの時間ですね,ね。もう50分過ぎてますよ。なんか今日盛りだくさんでしたね。<laughs> 今日はね、<laughs> あの、オープニングから、<laughs> はい、えー、もうい、いろいろもありすぎてね。あ,ありすぎて、なんか3時間ぐらいやってる感じのお姫、あの、<laughs> 気分なんです、ね、長くやってる感じなんですね。そうそうそう、いろんなことがありすぎて。いや、なんか1時間ぐらいじゃないかなって僕は感じましたけどね。逆にね。<laughs> オープニングのねドタバタから始まりましたけれども、うんまあ、5時になると、うんえー、ゲストがね2組登場いたしました。2>, 2組も登場ということでミークーさんのコーナーもありましたしね、はい、もういろいろですよ。まあ琉球古典音楽のね発表ということで明日 コリンザの3階の方で、はいうん、沖縄市民小劇場アシビナーの方で、沖縄県立芸大大学院生が歌う古典の世界ということで、個々の色とイベントが、うんえー、夜の7時から始まっていきます。大人料金500円、うん、学生さんが300円ということでございます。沖縄市コリンザの3階ですねえ。こちらの方でありますので、皆さんも、まあ、今の若い皆さん頑張ってますからね、ね足を運んでみてください。はい で先ほど紹介しました、えー、コアファイター J プレゼンツということで、はいうん、アニソンのライブイベントが来週の金曜日、はい、3月の31日ですね、美、うんえー、浜のモッツの方で、えー、夜の8時からライブスタートということでございますので、はいまあ、インターネット検索エンジン、フェイスブックページ等で、うん、コアファイター J で検索をして調べてみてください。うん、で最後になりますけれども、はいえー、一番桜。 オオリオンビル、はい、一番桜の24巻1ケース5名の方にプレゼントという告知なんですけれども、うん、今週いっぱい受け付けておりますので懸命に一番桜希望で本文にお名前と連絡先を必ず書いて、えー、FM 講座に受け取りに来られる方が対象となりますのでこちらの方よろしくお願いいたします。 ま,あ明日まで受け付け付ると、はい、なんか正規さんがめっちゃ欲しいって感じの目で見てましたけどね応募しようかなっていやもう当たったとしてもプッてこう指で弾く感じですね <laughs> もう本当に人差し指オンリーでそうそうそう、はい、もう漏れる感じ <laughs> <laughs> いやあのまず曲としてね <laughs>、はい、プレゼントを用意してますんでそうなんですよ、ね、曲の人は当たらないっていうことですからそう,そうスタッフですから自分で買ってくださいっていう。うん なんなら買って、六名様に当選っていうことまでやってほしいですね。そうそうそう。はい。あ、そうだ、明日のアジラジオですね。イラ井波正規さん。多分アジラジになってからは初めてじゃないですか。お休み。ね。私、今日も本当休むんじゃないかなとか思ったりとかしたんですけれども。今日は来てるんだなと思って。ええ、休みみたいですよ。まあ、何があったかをね、来週前夜の聞いていただきたいなと思います。 さあアジクルタラジオ、はい、今日の放送はこの辺でエンディングですこの放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園花風三里保育園の提供でお届けいたしました木曜日今日のお相手は DJ モーリーとやらゆみでした